改めまして、ウィザーのコピーランです。アデビコンということなので、1年生に自己紹介してもらいたいと思います。動画を見てあげてください。スペゴファ1年の宮内あかりです。今日は諸事情により睡眠が足りていないので頑張ります。モブ1とモブ2です。去年も実はね、ウィザーデビコンでやらせてもらったんですよね。いや、同じ曲やらせてもらったんですけど、やっぱ僕英語全くできないんで、英語の歌詞本当に覚えられないんだなって痛感してます。ちなみに今日全くの私仕事なんですけど、もう一バンドを出させていただくんですけど、そのバンドの方に関しては本当に1ミリも覚えてないので、ガン見するんですよ、ね、申し訳ない。やっぱ英語力って大事ですよね。はい、外大生みんな英語ができるっていう印象を本当になくした方がいいと思います。はい、さて、そんなね、洋楽を別に批判してるわけではなく、むしろこの曲たちはすごく大好きなんですけど、でもね、僕の英語力が足りないばかりっていう感じです。僕のことは置いといてね、デビコンで、やらせてもらってることをとても光栄に思っています。1曲目行かせていただきたいと思います。最後なんでね、ちょっと1曲目とはちょっと雰囲気違うと思うんですけど、楽しめると思います。あと、もう1個楽しむポイントとしては、僕の英語が聞こえなくなったら、それは歌詞を覚えてないか、僕の発音が悪いかのどちらかだと思うので、そこも楽しみのポイントにしておいてください。はい、ではありがとうございました。
ありがとうございました。